私は小山市教育委員会の柳島と申しますどうぞよろしくお願いいたします本日発表させていただく内容はこちらのことになっております皆さんは小山市にいらっしゃったことはありますか 小山市は栃木市の東隣にあり多くの伝統文化や歴史遺産豊かな自然があります最近では渡良瀬遊水地で東日本初の自然繁殖したコウノトリが話題となりましたまた多くのプロ選手やオリンピック選手を輩出するなどスポーツも盛んな町となっています小山市では 競争の教育の理念のもと自ら育つ力他者に育ててもらう力他者を育てる力育力を育み心身ともにたくましく強度に誇りを持ち国際社会の発展に貢献できるような児童生徒の育成を目指しています小山市の学校学校運営協議会の数は 画面の通りとなっています小山市では平成27年に栃木県内初のコミュニティスクールを4校指定しその後研究指定を行ったり学校からの申し出により学校運営協議会を設置したりしてきました小山市では学校運営協議会制度導入以前から地域が学校に協力的で 学校を常に温かく見守ってくれているという土壌がありましたそして学校に関わる地域人材が豊富であるという先人からの財産がありますこの地域の持つ土壌と財産を学校教育の中で生かしていくこと仕組み・制度として学校運営協議会の有効性を生かしていくことなどの視点から 既存の地域の組織、学校と地域の関わり、学校評議員制度等をもとにし、準備の整った学校から学校運営協議会の設置を進めてまいりました。このような学校運営協議会の指定や設置の中で、学校と地域の関係性が深まり、地域とともに学校をより良くする。 学校とともに地域をより良くするといった地域連携の取り組みが増えてきましたもともと地域で行われていた取り組みやその発展もあれば学校や地域が課題と感じたものの改善策解決策として行われて始めた取り組みもあります栃木県では平成17年に 県内で下校途中の小学1年生が誘拐・殺害されるという大変痛ましい事件があって以降、集団下校や教員による下校指導がずっと行われてきています。多くの学校で、特に下校時の児童生徒の安全確保について課題を感じており、それに対して学校運営協議会が地域に呼びかけたり、啓発するような取り組みが行われたりしています。 また、特に郊外の学校では、児童生徒数の減少や、地域行事の担い手の不足や、将来への継承について、地域も心配しているという実態が見られています。そんな中、学校運営協議会により、地域と学校の連携がスムーズに、地域の実態に応じた取り組みが行われています。地域の中のの中学校の存在意識を 再認識するものとなっています画面の盆踊りは以前地域行事として行われていましたが学校運営協議会をきっかけに復活したりその運営の一端を児童生徒が担ったりしている事例ですこちらの地区では令和4年4月に2つの小学校が統合し小中一貫校としてスタートすることから より地域の方や公民館などと連携した取り組みが学校運営協議会で協議されたり期待されたりしていますさらに地域を教材化し地域の良さを学んだり地域に愛着を感じたりできるようボランティアや地域のもの人材を生かした活動が行われています9年間で蚕から絹織物までの 一連の流れを学習する義務教育学校でのふるさと学習や渡らせ有水地をフィールドとした自然学習などがあります地域の史跡をもとにした歴史学習やボランティア活動などを子どもの学習と関連づけていく計画をしている学校運営協議会も見られていますそして今年度はどの学校運営協議会でも 特ににの様々な課題についいてて協議されています学校の一斉休業やコロナ対策、学習の状況や子どもの様子、教員の負担などについてです。子どもや教職員、地域の方たち、すべてに新しい様式が求められています。このような取り組みの具体的事例として、この後 小山城東小学校学校運営協議会永田さんより発表をいただきますここからは、小山城東小学校学校運営協議会の取り組みについて発表させていただきます私は、小山城東小学校学校運営協議会長の永田と申しますよろしくお願いいたしますまずはじめに、小山城東小学校と 学校運営協議会について簡単に説明させていただきます小山城東小学校は小山駅東口から徒歩で約20分学区のほとんどが住宅地や商業地となっており児童数700名を超える大規模校ですまた敷地内に外国人児童生徒適応指導教室架橋があり 小山城東小学校の児童とも交流する機会が多く国際色豊かな学校になっています小山城東小学校学校運営協議会は平成29年に小山市教育委員会から指定され今年で4年目となっております協議会では常に子どもを軸に置いた協議がなされております 私は現在学校運営協議会長をしておりますが同時に PTA 会長もしておりましたコミュニティスクールの指定当初は市街地を学区とする本校でどのように地域の方々とつながっていけるのか無事に協議会を運営していけるのか一抹の不安がありましたしかし改めて地域との関係を見直したところ PTA や講演会の活動に地域の方々の多大なご協力をいただいていることに思い至りこちらから自治会の総会に出向いてコミュニティスクールの説明をしたりボランティアへのご参加を呼びかけたりすることで徐々に地域の方々にご認識いただけるようになりました現在も子どもを中心にをもットーに協議会委員の方々先生方 協力していただいている地域の皆様とともに活動しております今年度の委員は画面のような構成となっております地元出身や知恵がある人は少数ですが委員それぞれ子どもたちのためにという熱い思いやアイデアをエネルギーに変えて取り組んでおりますできてから4年の学校運営協議会ですが その思いや役割、活動について周知したり、実際に触れていただいたりすることも大切であると考え、指定以来、ご覧のような学校運営協議会だより、つなぐを発行してまいりました。これはその一例です。ご覧のように、ボランティアの紹介ですとか、参加の呼びかけ、また峠校見守りのお願い、児童の取り組みの紹介などで構成しております。 続きまして PTA 主催で1学期の終業式の日にサマーフェスティバルが開催されますのでその紹介をさせていただきます。これは地域の企業や学校観光所のご協力をいただきながらさまざまなことを体験できるブースを出して子どもたちが自由に回るイベントです。学校運営協議会ととししてては地域ののつながりを意識して防災や国際理解の促進 自然に触れるなどの体験ブースを設けましたどのブースにも順番待ちの列ができ大盛況でしたまた当日ザリガニ釣りの池に入れるための事前のザリガニ捕獲も参加者を公募して行っており少しずつ学校運営協議会の取り組みが定着しています校内の児童の見守りなどのボランティア募集に際して体験日を設定したり ボランティアの方々が集まって意見を交換するしゃべり場を開催したりしましたこれらを通して保護者や地域の方々に関心を持っていただいたり実際に活動に参加していただく方が多くなりました先ほども紹介させていただいた通り小山城東小学校は市街地にあります現在の子どもの生活習慣からも 自然の豊かさや楽しさに十分触れることが難しい状況にありますが、子どもに豊かな体験や感動を味わわせたいとの思いから、学校運営協議会が呼びかけ、地域の方の協力を得ながら、ザリガニ釣りや学校農園の整備も実施しました。農園の作物の育ち具合を見る子どもたちのキラキラとした瞳、 初めての体験に驚きと楽しさに満ちた子どもの歓声など、とても嬉しいものでした。これは、学校運営協議会が3年生と5年生の総合学習をサポートした際の写真です。児童が学びたいことと、協議会委員の仕事や経験がマッチした場合、必要に応じゲストティーチャーとして授業をしています。 この際、自分で教材を用意したり、地域の方々のご協力をいただいたりして、できるだけ理解を深めてほしいという思いを持って取り組んでおります。また、委員以外にも、PTA 役員がゲストティーチャーをした例もあり、学校と地域、保護者の連携がより一層深まっています。では、 学校運営協議会が学習の支援をすることでどのような効果があるのでしょうか先ほどの授業を例に説明いたします学校運営協議会でできることはやり委員が知っている昔の様子などを加えることで学習の深度化につながりますまた学校運営協議会でやることにした内容この図の点線部分ですね これに充てる予定だった時間を先生方にしかできない他のことこれに振り向けていただくことができます。こうして結果的に子どもたちに向き合う全体的なクオリティが高くなり、子どもたちのためになるのです。これまでいくつかの活動を紹介させていただきましたが、新型コロナウイルスの影響でさまざまな感染対策を講じたり、活動の制約をされたりする状況になりました。 学校も一斉休業となってしまった時期もありました。子どもたちが楽しみにしていたさまざまな行事、サマーフェスティバルを含めたイベントも中止、延期、縮小となってしまいました。そんな状況の中、何か子どもたちの楽しみになることができないか、そんな声が学校運営協議会委員の中から上がりました。 仮に何かをやるとしますとコロナウイルス対策をして密を避け暑さなどへの対策など課題ばかりでしたが地域とつながるという原点に立ち返りなんとか子どもたちの楽しみのためにこの思いを武器に検討を重ねましたそして密を避けるには会場を広くすればいいですとか自由参加にすればそもそも密にはならないだろうですとかそのような発想が出てきまして それをもとにですね学校運営協議会委員皆でアイデアを出し合い連絡を取り合い実現に向けて地域の商店や公共機関中学校などにも協力を呼びかけながら子どもたちがクイズを解いたりしつつチェックポイントでシールを貼って回る地域の魅力再発見ラリーを開催しましたラリーをやることが目的ではなく ラリーという手段を通して子どもたちが地域とつながり地域との理解を深めることが目的ですそのため発達段階に応じて三種類のラリーシートを作成しましたこれは一年生から三年生向けでいろいろな学区内の公園に行ってみようというテーマです公園ごとの特徴的な遊具を紹介したり植えられている植物の ククイイズなどを盛りり込んでおります素材やチェックポイントは地域誰もが知っている名所があるわけではありませんが特徴あるさまざまな公園や歴史ある地名このような取り組みに協力してくださる地域の方々の温かいお気持ちそのものが魅力であると捉えそれが子どもたちにも伝われば といいう思いで委員が協力ししして準備しました作成した委員からも地名の由来や普段何気なく見ていたものの歴史などが学べたといった感想が出るくらい子どもにとっても地域を再発見できるワークシートとなりましたこちらは4年生5年生向けの地域の歴史をテーマにしたシートです実施したのは夏休み 夏休み中ですので自由参加のものです本校を卒業した中学生もコメントを寄せる形で地域の一員として協力してくれましたまた参加にあたっての周知や注意などは学校にも協力いただきましたこれは六年生向けの中学校通学をイメージして道路を見てみようというワークシートです 本校の学区からは中学校に自転車で通学する児童が大半ですので中学校通学に備え今から道路を見てもらえれば安全対策にもつながるだろうという思いも込めて作りましたチェックポイントもさまざまな携帯のお店や事務所にご協力いただきましたトイレ仕様も考慮したコンビニのほか 地域の和菓子や名産品を取り扱うお店などにもご協力をお願いしましたまたクイズの問題は学区の各方面に分散するよう配慮しどのエリアでもラリーを楽しめるようにしましたシールの残り枚数から推測すると300名程度の参加がありましたこちらは特別編で小山の電車バスの謎を解こうというクイズの問題と チェックポイントを回った際のシールを貼る欄を一体化したシートです先ほどご紹介した学年別のシートの裏面がこちらの特別編シートになっておりまして裏表両面使いながら楽しめるようになっております今回協力いただいた商店などからは来年のサマーフェスティバルをはじめ別の機会へのご協力についてのお申し出もあり大変ありがたく感じています こちらは協議会の副会長地元出身者が作った60年ぐらい前の地域の様子です現在と違い市街地や住宅地などはほとんどなく農村地帯であったということが子どもたちにもよく分かったかと思っておりますチェックポイントの一つにはザリガニ釣りコーナーを設けましたそこに入学前の複数のお子さんとその保護者が立ち寄ってくださり 入学前から本校の取り組みについて理解を深めていただけるという効果もありましたまたそのシートはどこでもらえますかといった質問や参加した子ども保護者からの感想も寄せられましたこちらでその一部を紹介しておりますコロナ禍の子どもとの楽しみのためにというきっかけから 私たちが多くの喜びや学びを得ることができました校長先生からも画面のような感想をいただきましたコロナの影響としては学校祭の中止もあります毎日 PTA が呼びかけて行っていた児童所属のスポーツチームの PR が 学校祭中止によって今年度はできないということに気づきましたそこで PTA 会長や学校と相談の上今年度はつなぐで PR 記事を募集・掲載することとしました5つの団体から掲載依頼があり体験に来た子が入部してくれましたなどの嬉しい報告も届いております このように協議会が何をやりたいかばかりでなく保護者や地域の方々が何をお望みか考えること普段から関係団体と良好な関係を築いておくことでお互いに助け合える関係にもなっていますコロナ禍であっても子どもたちの成長が止まるわけではありません。むしろコロナ禍によって 子どもたちの学びの機会が減ってしまうとしたら、とても残念なことです。協議会としては、今後も地域の方々のご協力をいただきながら、一体となって子どもたちの成長を支援する。将来にわたって子どもたちの心に残り、地域の方々と良好な関係を維持できる。 このために子どもを中心にというモットーを忘れずに自分たちでできることを着実に行っていくこのように考えております子ども保護者先生方地域の方々それぞれに学校運営,会運営協議会やコミュニティスクールの良さそして何よりこの地域の良さを感じていただけるような さらに充実した学校運営協議会にしていきたいと考えております以上で小山城東小学校学校運営協議会の発表を終わらせていただきます小山城東小学校の学校運営協議会の取り組みについて発表がありましたがこれはほんの一端です市内の他の学校運営協議会でも さまざまな取り組みが行われています学校や地域の持っている強み・弱みはそれぞれに違いますそれゆえに取り組みや充実・発展に向けた課題もそれぞれに異なっていますまた小山市では小中一貫教育にも取り組んでおり小中一貫教育との一体的な推進学校運営協議会としてのあり方などについても 検討・取り組みの必要性を感じていますこれからもその地域や学校の強みを生かした学校運営協議会、地域や課題の解決に向けた学校運営協議会となるよう、教育委員会もともに取り組んでいきたいと考えています。以上で小山市教育委員会、小山城東小学校学校運営協議会の発表を終わりにさせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。